まあ、唇ってすごくその海だったり山だったりのこう直で刺激を受けちゃうので、締まった感じというか口角も上がる効果があって SPF17 入ってるので UV カットもできるし、メイクも落ちにくいし、キラキラしてて可愛いって、もなんとパーフェクトなパウダーです。皆さんこんにちは、水田舞子です。私は PSA 公認のプロスノーボーダーでもあり、最近はウェイクサーフィンにハマっていて、海に山にすごくアクティブに過ごしてます。で、常になんか動いてるので、もう筋肉なんてもうモリモリで、いつもなんか、まあ、元気だねって言われます。で、最近は2児の母でもあり子育てもしています。で、やっぱやりたいことを全てしたいので、会社も立ち上げて仕事も頑張ろうかなと思っています。よろしくお願いします。私はいつもゲレンデや海とかよく外で遊んだりとかしてるんですけど、その時に日焼けをしなかったりだとか化粧崩れがしないメイクの仕方で、なんか外でアクティブに遊びたいっていう女の子にこのお化粧をご案内できたらなと思います。どうぞ。ロックス美容液です。楽天の目元美容液部門で第1位になったすごい商品で、シワとかが気になる方にすごくいい美容液です。塗り方なんですけど、こう出してもらってこう目元のシワを伸ばすように円を描くようにこう塗っていきます。チェリージェリーです。で、これはお肌にハリを与える美容液です。で、ジェル状なのですごくお肌に浸透して肌がプルンプルンになります。で、これは手に取ってこうお肌に染み込ませてしっかり押さえて塗ります。トリプルローションです。化粧水です。この化粧水にはスーパーヒアルロン酸といって、普通のヒアルロン酸の2倍のヒアルロン酸が入っているのですごく潤います。塗り方はこんな風にプッシュしてもらって、しっかり手で温めて人肌にして、こういう風に塗るとすごく浸透しやすいです。トリプルエッセンスです。で、こちらもスーパーヒアルロン酸が入っていて、で、透明感のある滑らかな肌になる美容液です。これも先ほどの化粧水と一緒でプッシュぐらいしてもらって、人肌に温めてしっかり押さえて塗り込んでいきます。ベースがやっぱすごく大事で、こう、まあ、乾燥しちゃってるとすごく取れやすかったりとか、やっぱお肌の調子がいいと化粧もすごく長持ちするので、ベースのスキンケアはすごく大事です。こちら幼児屋の UV プロテクションスポーツっていう日焼け止めなんですけど、皆さん幼児屋って油取り紙ですごく知られてると思うんですけど、そんな幼児屋さんなんですけど、もう明治37年からやっててすごく歴史が深いブランドなんですけど、そんな幼児屋さんが最近ではこうスポーツ寄りなものを作ったりだとか、あと若い子に当てたなんかこうグロスだとか、すごく現代風になってて今もすごく人気が高いんです。で、そんな幼児屋さんの出してるこの UV スポーツで SPF50 ですごく日焼けしにくいです。私はなんですけど、こう、まあ、日焼け止めも塗って下地も塗ってとかするので、あんまりこうたくさん塗らずにちょっと薄めに塗って伸ばして、で重ねて違う下地とかを塗るようにしてます。はい、幼児屋のメイクアップベースのお化粧下地です。で、これを塗ることによってすごくパウダーだったりとかお化粧のりが良くなります。そして SPF15 で日焼け止め効果もあります。やっぱ幼児屋さんってもう日本を代表するまあお化粧品だから、日本人のお肌にすごく合ってると思うんですよ。だからやっぱりなんか浸透しやすいし伸びやすいし、お化粧崩れをすごく防止してくれます。リキッドファンデーションで、私はオークル02の紅色を使っています。で、厚塗り感があんまり出なくって、すごく伸びもいいし、もうツヤ肌が実現できます。塗り方はこれもなんですけど、私あまり厚塗りをせずに少し少量を取ってしっかり伸ばしていく感じにしてます。
パウダーファンデーションです。で、私が使っているのはオークル03のちょっと濃いめな感じです。で、こちらの私は結構重ね塗りリキッドファンデーションも使ってパウダーも使ってるんですけど、これ自分のポイントとして、薄く全部全種類塗るということで、日焼け防止になって、化粧崩れを防止できると思ってやっています。こちら幼児屋さんの眉積みの栗皮色です。幼児屋さんってすごくネーミングが和風でなんかいい感じです。で、この栗皮色なんですけど、なんか茶色で自然な色なので、すごく眉毛にもフィットしてくれるし、こう描きやすくてすごく柔らかいんですよ。だから伸びもいいです。少し私は最近ちょっと流行りが太めなので、こう眉毛のラインを下をさらに5ミリぐらいちょっと太めに私は描いてます。こちら幼児屋さんのフェイスカラー切迫色です。で、幼児屋さんってフェイスカラーが20種類ぐらいあって、それをこうハイライトに使ったりだとか、いろんな目元に使ったりとかします。で、こんな風に白いので私はハイライトに使ってます。で、取って鼻筋に塗って、ちょっと T ゾーン上も塗って、顎に少し明るさを持たせてます。はい、アイシャドウはシャネルを使ってます。で、このアイシャドウなんですけど、この眉毛から一番この広い部分にシャネルは使うようにしてて、この肌色に近い色を目の上にこういう風に塗って、あとはここの下ですね、目の下涙袋のところに塗ってます。幼児屋のフェイスカラーくるみ色です。で、これを私はアイシャドウに使っています。で、幼児屋のフェイスカラーってすごく自然素材にこだわっていて、自然な色が出てすらいい風に伸びてくれます。で、いい発色がするので私はこれ大好きです。これは目の上ですね、目の上にちょっとこう2センチぐらいのところに塗ってます。そうですね、目元をちょっとあんまり濃くなりすぎず、でも立体感を出すためにちょっとこの一色でやるようにしてます。これシャネルのアイシャドウでラメです。で、こんな風にすごくキラキラしてて、私このシャネルのラメは好きなんですけど、手に取ってこう先ほどこうアイシャドウを塗ったところの上にかぶせるように塗るとすごくキラキラして目元が光って可愛いです。あんまり塗りすぎず、アイラインもちょっと薄めに細めに描いたりだとか、落ちたとしてもこうにじまないように薄めにのしてます。アイラインはケイトのアイラインを使ってます。で、まあいろいろアイラインって使ってみたんですけど、やっぱり私はリキッドのアイラインが好きで、こうケイトのすごく細いので描きやすくて薄く描けるので好きです。まつげのこう付け根をしっかり埋めるように、こう間ができないように、こう肌色が出ないようにしっかりまつげの間を縫って薄く、そして最後ちょっと 0.5 ミリぐらいシュッと目が大きくなるように一緒に伸ばしてます。ここでまた幼児屋のフェイスカラーが出てきます。で、桃染め色を使ってます。私はこのチークに、で、こんな風に可愛い、すごく可愛いピンクなので、これを取ってうっすらこのほっぺの一番高い部分に伸ばしていきます。チークはもう一種類使っていて、このフェイスカラーのレンガ色で、このレンガ色が少し濃いので、これはポイントとしてちょっとだけを取って伸ばしていきます。で、やっぱ幼児屋って本当に自然な発色が特徴なので、すごくいい具合に伸びてくれます。で、化粧落ちもしにくいです。幼児屋のスポーツリップです。これすごくその私の周りにも人気がある商品で、このスポーツリップって言っちゃってるぐらい
こうアウトドアにすごくいいんですよ。でこう UV ケアもできるリップなんですけど、伸びもよくってしっかりこう日焼け止めをしてくれます。まあ、唇ってすごくその海だったり山だったりのこう直で刺激を受けちゃうので、これはがっつり塗るようにしてます。ヨージアのリップスティックのハギです。このまたネーミングもやっぱハギって言ってすごく可愛いですよね。で色もこうハギ色って言うんですかね、この可愛い薄いピンクで、これ伸びもよくって人気が高い商品です。ヨージアのリップグロスの工事です。このグロスなんですけど、すごく保湿効果が高くてヒアルロン酸も入ってて、そしてなんとパールが入ってるので、すごく海とかでもねリゾート感が出ていいグロスです。はい、これがエロイーナって言って私がすごく愛用しているグロスなんですけど、こう塗ることによってすごくこう締まった感じというか口角も上がる効果があって、私の場合まあ取れないようにするために結構厚くは塗るんですけど、重ねて塗ってもいいものを結局選んじゃいましたね。これとかは結構さっぱりするので、そんなにベタベタしなくって、他のものに比べてすごく爽やかなんですよ、塗った感じも。で香りも爽やかだし、こう厚塗り感が出ないようなものを使ってます。はい、こちら仕上げなんですけど、ヨージアのミニフェイスパウダー UV キララの色っていうのでパール入りなんですよ。でこれすごくポイントで、最後の UV カットもしてくれるものなので、こんな風に取って上から全体にのせていきます。でまあこれをのせることによって SPF17 入ってるので UV カットもできるし、メイクも落ちにくいし、キラキラしてて可愛いって、もうなんとパーフェクトなパウダーです。どうでしたか？でもこれも本当に私のポイントなんですけど、やっぱ海とか山とかでこう元気に遊びたい時もやっぱテンション上げたいので、こうしっかりやっぱメイクもしときたいなって思ってて、でやっぱ、まあ、そうなってくると落ちないだとか、まあ、日焼けをしないためにって思ってやってるんですけど、私のポイントはやっぱりこう、まあ、素肌からすごく綺麗にすることと、あとは、まあ、しっかりこういう風な UV を塗ったりとか、本当に素肌のためにやるようにしてますね。日焼けはどうしてもしちゃうので、それを防止するようなためにメイクもしています。でしっかり皆さん可愛くキラキラメイクして楽しんでください。海や山アクティブに過ごしてください。今日はありがとうございました。私水田舞子で SNS やインスタグラムをやってます。でインスタグラムには今はウェブサーフィン海に行ったり、ゲレンデスノーボードしたりの写真をたくさん載せてますので見てください。そしてチャンネル登録してください。そして他の番組もたくさん見てください。今日はありがとうございました。またねー。